エルサレムの岩のドーム岩のドームは東エルサレムにあるカーバ、預言者のモスクに次ぐイスラム教の第3の聖地であり、神殿の丘と呼ばれる聖域となっている。現在はイスラム教徒の管理下にあるが、南西の壁の外側の一部だけが嘆きの壁としてユダヤ教徒の管理下にある。7世紀末に完成した集中式平面を持つ神殿である。 ユダヤ教、キリスト教、イスラム教にとって重要な関わりを持つ聖なる岩を祀っている。それゆえ、このドームはその神聖な岩を追った記念堂であり、礼拝所としてのモスクではない。建設に際して刻まれた総延長240メートルに及ぶ碑文では、イエスの神聖を規定はするものの預言者であることを認めている。イスラム教の先達とも言うべき。 ユダヤ教、キリスト教の一神教を育んだ聖地エルサレムは、イスラム教勃興以後、イスラム勢力が政権を握り、多くのイスラム教徒が他の一神教と共存するようになった。しかし、これら三つの一神教によるエルサレムをめぐる紛争に象徴されるように、この土地は宗教間の対立が絶えなかった。岩のドームは、かつてのエルサレム神殿内にあり、建設は、 ウマイヤ朝第五代カリフであるアブドゥルマリクが685年から688年の間のいつの時点かに建設を思い立ったことに始まり、688年に着工した。当時、イスラム最高の聖地メッカは、アリーイブンアビーターリブを支持するイブンがズワイルによって制圧されており、それが岩のドーム建設の直接の動機であったと推察される。建物は、 預言者ムハンマドが夜の旅に旅立ち、また、アブラハムが息子、イサクを犠牲に捧げようとした場所と信じられている聖なる岩を取り囲むように建設され、692年に完成した。外部は大理石と美しいルリ色のトルコ製タイルによって装飾されているが、これは1554年にオスマン帝国のスレーマン一世の命によって建築家 見回る水難が張り直したもので、かつては樹木や草花、建物を描いたガラスモザイクであった。ドーム部分は内部装飾も含めて11世紀に再建されたものだが、これはほぼ創建当時のままのデザインである。ドーム内部にある聖なる岩ユダヤ教において、聖なる岩はアブラハムが息子の遺作を神のために捧げようとした台であるとされる。また、 ダビデ王はこの岩の上に契約の箱を収め、ソロモン王はエルサレム神殿を建設した。また初期キリスト教でも聖地として扱われていた。支持者は少ないが、岩のドームを現在の場所から取り除いた上でその場にエルサレム神殿を再建しようとする運動すら存在している。イスラム教にとってもイブラーヒームは重要な預言者の一人であるが、 犠牲を捧げようとした場所であるとは見られていない。イスラム教においてこの岩が神聖とされるのは、預言者ムハンマドが、人夜のうちに昇天する旅を体験した場所とされる、ことである。クルアーンでは、マディーナの預言者のモスクに住していた時代のムハンマドが、神の意志により、聖なる、モスクすなわち真っ赤のカーバ神殿から、人夜のうちに、遠隔の礼拝堂すなわち、 エルサレム神殿までの旅をしたと語っている。伝承によると、この時ムハンマドは大天使ジブリールに伴われ、エルサレムの神殿上の岩から天馬ブラークに乗って、昇天し、神、アッラーフの御前に至ったのだという。この伝承は、ムハンマドの死後から早い時期にはすでにイスラム教徒の間では事実とみなされており、神殿の丘におけるムハンマドが昇天したとされる。 場所には、ウマイ野町の時代に、岩のドームが築かれた。また、丘の上には、遠隔の礼拝堂を記念する、アルイコールアクサーモスクが建設され、聖地の一つとみなされている。平面は二つの正方形を45度ずらして、形成された八角形で、中央円形の内陣を二重のホロウが取り囲む、形式となっており、メッカのカーバを意識したことが指摘されている。カーバでは、 巡礼者は、時計の針とは、逆回りに、神殿を7回巡回する。それに習って巡回できるように、岩のドームは、聖なる岩を覆う円形のドームを中心とする作りで、内部に、聖なる岩の周りを巡回するための周ローを持つ二重構造になっている。外壁を八角形とした対象型で、入り口は、東西南北の4方向にあり、 創建当時から円柱が取り付けられ、ボールと天井のポーチを備えていた。入り口を入って、すぐの外側のホローは、エンタブラチュアとヨニア式円柱によって支えられる24のアーチを備え、内側のホローはドームを支える4本のピアと16のアーチを支えるヨニア式円柱によって内陣部と分離していることが大きな特徴である。繊細で整えられた構造をしており、 いく箇所にも幾何学的工夫が凝らされている。直径54メートルの円に内接する正八角形を外壁とし、同じ円に内接する互いに45度回転した二つの正方形の交点に二重の周波路を分離する荷重を支える角柱であるピアを設置し、そのピアの断面も岩を囲む円形の中列の円も作図によって定められている。岩を覆うドームは、 岩を囲む円形の中列の上に、円筒型のドラムを乗せ、その上に据えられている。ここのドラムにはドームを一際高くする、目的以外にも、室内に光を取り込む窓が多く設置されている。しかし、この窓は、後世のもので、本来は、大理石板一面に複雑な幾何学的文様が、掘り抜かれた内抜きパネルがはめ込まれ、複雑な格子を通して室内に、 光が差し込んでいた。ドームは直径20.4メートル、高さ36メートルで、銃弾面がわずかに馬蹄型をしている。もともとは二重角の木造であったが、11世紀に金メッキをした銅板で屋根が敷かれ、1960年の修復によって鉄骨構造となり、金メッキをしたアルミ板で敷かれた。スレーマン一世は、 陶器製タイルで建物を飾るためにエルサレムにイスタンブールからタイル職人のグループを送った。外壁面は窓の下まで夕食大理石の幾何学的文様で装飾されている。その上は青を基調としたタイルで装飾されている。そのタイルはエルサレムが1516年にオスマン朝の支配下になり、 スレーマン一世によって1561年から1562年の間に行われた修理で貼り付けられたトルコ製のタイルである。内部では4本のピアと各ピア間に3本ずつ、計12本の円柱とが岩を囲む円形に配置され、その中列が支える16個の半円アーチの上にドームを乗せているドラムが据えられている。内側の周ュと外側の周ュとを仕切って、 いるのは8本のピアと各ピア間に2本ずつ計16本の円柱が支える24個の半円アーチからなるアーケードである。円柱はすべて有色大理石の一本アーケードのアーチより上部は植物や草花をモチーフとしたモザイクで埋め尽くされている。平面の洗練された幾何学性はシリアの初期キリスト教建築にも見られるもので内装に見られる。 モザイクなどもやはり、キリスト教建築からの影響を伺うことができる。当時のシリアは、現在のシリア共和国だけでなく、地中海東側一帯を占める地域を指して、抗議のシリア都市、大シリアとも言う。北はアナトリア半島、南はアラビア半島とアフリカ大陸、東はメソポタミア平原へと至る一帯であった。この地域では、 早くから文明が明け、ギリシア、ローマの植民都市が残り、初期キリスト教の石像建築遺跡も数多いのも事実である。ドーム内部のモザイク装飾は11世紀以降に何度か補修を受けているが、創建当時の衣装をほぼそのまま踏襲している。デザインはギリシア、ローマ起源のもので、後のイスラム美術特有のモチーフである、幾何学的装飾は全く見られない。 ありがとうございます。